この世には、パラレルワールド、と呼ばれる考え方が存在しています。今いる世界と微妙に似た世界がいくつも存在しているという考え方。同じ場所だが、階層で分かれていて、階層ごとに違う生活が営まれているとの考えです。それまでいた場所、職業と存在する環境はほぼ同じものの、どこかに違和感を覚えていたり、時に違う世界に迷い込んだ記憶を持つ者もいます。そして、体験者に共通して言われているのが、時空のおっさん、との遭遇です。時空のおっさん、は匿名掲示板2チャンネルで語られるようになった存在で、信憑性云々は、ここでは考えずに行きます。遭遇した体験者の意見がこれまで、いくつも寄せられており、投稿されています。時空のおっさんとの出会いは突然で、普段通り、学校や会社に行くとそこは、誰もいない、教室だったりオフィスだったり、買い物中などに突然、それまで立ってた同じ場所だけど、周囲に誰もいなくなっていることもあるそうです。あれ、今日休みだっけ、教室間違えたかな、なんて不安に思っていると、突然、おい、お前なんでここにいるんだ、という強い声で話しかけてくるようです。近くから大声で声をかけてくることもあれば、知らないはずの自分の携帯電話に突然電話してきて怒鳴り散らすこともあるようです。また、逃げると追いかけてくるなんて話もあるようです。そして最終的にはとっ捕まったり、場合によっては会話もせぬまま目が合った次の瞬間元の世界に戻されるようです。ほんのちょっとの違和感に、さっきのは気のせい、と忘れる人も多いようですが、時空のおっさんの話題が出るようになり、もしかしてあの時、と記憶を呼び覚ます人も掲示板には登場しています。ネタ話の可能性が高いように思われる時空のおっさんですが、目撃者の共通点が一致しているのです。おっさんの特徴は、作業服で小柄、たまに帽子をかぶっており、大声で怒鳴ってくるようです。ここで、時空のおっさんに関する話を一つちょっと紹介していきたいと思います。ちょっと生声なんで、ちょっと読み間違えたりとか聞きづらいとこもあるかと思いますが、ご了承ください。では行きます。僕が小学6年生の時の話。当時僕は吉祥寺にある塾に通っていました。隣の丸々区からバスで通うのですが、その日もいつも通り塾へ行くため僕はバスに乗りました。バスに乗ると乗客は少なく座ることができました。しかしだんだんとバスの中は混み合っていき、気づくと目の前には一人のおじいさんが立っていました。岡田真澄ではないのですが、ピシッとしたスーツにハットをかぶり、スラッとした感じのおじいさんでした。僕は席へ譲らなければと思い、どうぞ、と声をかけ、彼はありがとう、と笑いました。当時小学生だった僕の考えは愚かで、このおじいさん顔がシワシワだな、とか、マジシャンみたいだな、と思ってました。すると彼は、君は優しいね、と話しかけてきました。僕もそれに答えるように話が始まり、気づけば普通に話をしていました。他愛もない世話話で、会話内容で覚えているのは塾のことや成績の話だったと思います。また僕が当時健在だった両親から、知らない人と話しちゃいけないと言われていたので、それを言うと、こんな G に誘拐とかできると思う？と聞かれ、首を振ったのが記憶にあります。間もなく終点の吉祥寺駅に着くという時、僕はついにあの疑問を尋ねたのです。マジシャンですか？彼はしばらく笑っていましたが、バスが停車すると座ったまま人差し指を立て、こう答えました。でもね、これならできるぞ。これってなんだ？と思っていると、乗客たちはほとんどバスを降りており、残ったのは僕たちだけでした。慌てておじいさんを置いてバスを降りた瞬間、強烈な赤い光が飛び込んできて目がくらみました。突然のことに驚いて目を開けると、そこには誰もいない。さっきバスを降りたはずの乗客もいないのです。周りを見渡しても誰一人いない。車も走っていない。乗ってきたはずのバスも消えて いました。でも何より一番怖かったのが、風景というか世界が赤いのです。なんていうか、赤い光を当てた世界というか、よくドラマや映画などで黄色や青などの発色が強い映像があるじゃないですか。そんな感じで明らかに異常な風景なんです。確かに夕方頃だったとは思いますが、そんなレベルの色の強さではないんです。当時の吉祥寺駅前ロータリーはホームレスやスケボー族のお兄ちゃんたちが多く、当時は喧嘩などもあって怖かったのを覚えています。そんな繁華街で喧騒一つ聞こえない異常な色の風景に、僕は怖くなって走りました。映画のバニラスカイのオープニングをご存知でしょうか。まさにあんな感じです。
駅前通りを走っても誰もいない。僕は泣きじゃぐり、しゃがみ込んでいました。気づくと目の前にはさっきのシュワシュワのおじいさん。僕は、戻して、早く戻して、と泣き叫びました。おじいさんは、ごめんね、と言い、僕の頭を撫でると、怖がるとは思わなかったよ、ごめんね、と何度も謝りました。急に喧騒が聞こえ、ふと顔を上げると普通の風景に戻っていました。横断歩道の真ん中でしゃがんで泣いていたので、周りの人からは変な目で見られていました。周りには人だかりができていて、気づくとあのおじいさんはどこかに消えていました。はい、ということで一つ話を紹介させていただきました。ちょっと噛んでしまった部分とか申し訳ないんですけど、ちょっと動画の冒頭で紹介していたような人物の像とは異なるんですけど、こういったその話が残っていて、まあいろんな話がたくさんある中、今回はこれを選ばせていただきました。まあ不思議な話だなと思ったので。それとあともう一つなんですけど、パラレルワールドって、まあ、日本語で言うと、まあ、平行世界って言うんですけど、その、平行世界への生き方っていうのをちょっと、一応、ここで喋っておこうかなと思います。その、本当にふとした時じゃないとできないみたいなんで、平行世界への生き方なんですけど、何の考えもなく、ふとした瞬間に振り返る。それだけだそうです。私は今から平行世界に行くのとか全く考えてなくて、ふとした瞬間に何も考えずに振り返る。ただそれだけをすると平行世界へ行くことができるそうです。これが本当かどうかはわかんないですけど、まあ方法として結構これが有名なんじゃないかなって思ってます。で、僕はこういう経験もなくて当然なんですけど、ただその平行世界っていうのはやっぱりなんかなんていうかシュタインズゲートとか見ててアルファ世界線とかベータ世界線だとかああいうのが本当にあるんじゃないかなっていうのはちょっと本当思うところはありますね。なんか急に体調崩したりとかした時はもしかして平行世界の自分も体調崩してんじゃないかなとか変な風に考えたりね、と SF チックなものを考えたりもしてますね。ただこういう話っていうのは非常にやっぱり興味深くて、やっぱ一概にありえないだろうっていうふうには僕は言わないですし、むしろ興味がある部類なので、むしろ行けるもんなら行ってみたいと思いますね。ただエレベーターで異世界へ行く方法とかあるんですけど、あれは絶対にやらない方がいいそうですね。まあそんな高い建物が私の家の周りにはないっていうのもあるんですけど、まあやろうと思ってできるものでもないですし。というわけで今回はこの辺りで終わりたいと思います。ではね。